お茶屋ひろみつのオレ流チャンネル。オレ流チャンネル。以前ですね、ペアレントティーチャーアソシエーション PTA 活動されたことがあるとお聞きしたんですけど、本当ですか？本当ですよ。あの PTA ですよね。うん。それは福士さんが小学校ですか、中学校の時ってことですか？小学校の時。小学校の時 PTA なんですけど、それってなんか役職あったんですか？会長だよ。会長ですか？うん。会長ってこういろいろお話もしなきゃいけない、活動しなきゃいけないじゃないですか。いや、前任の人から会長頼むって言われて、やるのは入学式と卒業式と運動会の挨拶だけだからっていうことで言われてね。はい。まあ現役やってる頃は無理だから辞めたら考えるよっていうふうに言ってて、はい、まあそれで頼まれてやったっていうだけのことであって。三冠王者が PTA 会長ですか？おかしいのかよ、俺がやったら。いや、なんか、落合さんを知ってる、まあ、野球界の方が見ると、PTA 会長ってなるのかな、何されてるのかなっていう。いや、PTA 会長の仕事っていうのは、だから、まとめ役ですよ。一番最初にされたその PTA の仕事って何だったんですか？ああ、入学式の挨拶じゃなかったかな。本当に入学式と卒業式と運動会の挨拶だけでいいと思ってた。はい、そしたら月に一回会合がある。じゃあ、行かれたんですか？行ったよ。やっぱ毎月なんかこう、議題とか課題があるんですか？ああ、ちょこちょこあったね。役員さんが、14、5人、書記さんやら会計やら、いろんなものがあってね。まあ、その人たちが来て、全員集まって、で、会議をするっていう。そこでも、司会とかもされるわけじゃなかった。司会は誰かやったんじゃないかな。と、最後、まあ、いろいろ、まとめなきゃいけないですよね。方向性を示したりとか。そう。活動報告から何かっていうのはね、それを示さなきゃいけない。難しかったものってあるんですか？いや、難しくはなかった。コツがあってね。コツですか？会長が今回のことに関してはこういうふうにやりますから皆さんに協力をお願いしますって言ったら絶対ダメなんだ。なんでだと思う？いや、わかんないです。考えろよ。難しいです。難しくないよ。なんでですか？みんな役職ついてるから。ああ、そうなんです。うん。だから全員に自分たちの思ってることを言わせなきゃダメだ。言わして気分すっきりさせてやんなきゃいけない。それどこで学んでこられたんですか？いや、どこでって。ある人が俺にアドバイスしてくれただけであってね。意見を聞くとスムーズにいくもんなんですか？あ、自分たちが思ってることを全部言うとスッキリするみたい。だからそれが通らないことでもいいの。議題から外れてることでもいいの。そういう場所でもあったんです。うん。じゃあ学校の話だけじゃないんですね、そこに。学校の話だけじゃないよ。だから全てのことを全員に喋らして、これはこういう形で進めていかなきゃいけないなっていうのはもう会長の頭の中にあるんだよ、はい、それを全員もうないですねって言ってから、まるっきり自分たちが思ってないことを言っても協力してくれる。やっぱり聞かなきゃダメなんですね。聞かなきゃダメ。喋らして、スッキリさせてやらなきゃダメな。ああ、自分が思ってることを今日喋れた。ああ、これでもう、いいやっていうようなね。じ
そういう意味ではすごいいい会長だったんです。だって俺は動かないんだから、動くのは他の人たちが動くわけだから、自分の仕事ってあるわけだから、会計だったら帳簿つけたりね、広報だったらいろんなものを吸ったりなんかしながらっていう仕事があるわけだから、それを片手間にやるっていうのは結構時間がいることだからね、はい、で会長はただそれをじゃあよろしく皆さんお願いしますって最後言えばいいだけのことであって、だから何もすることはないんだよ。最初からそんなスムーズにこう意見聞かれてたんですか、会長になられた初めから。最初から。じゃあ全くこうなんか PT の中でのトラブルはもうなくスムーズにいったってことですか、うん、だから世田谷区の中でブロック会議ってやって、いろんな小学校の集まりの会があってね、そこに各小学校の PT 会長さんやら副会長さんやら何やらっていうのが集まって会議する時があった。最後に今年のスローガンは何にしますかっていうような議題になったんだ。そしたらいろんな小学校の人たちが今年はこういう議題でスローガンでいきましょう、こういうのでいきましょうっていうのがいっぱい出てきたんで、はい、でまあ俺のとこに来て、前年までのスローガンって達成されたんですかつって、達成されないで新しいスローガンに行くっていうのはちょっと変じゃないですかつって、だったら継続して、ね、できるまでそのスローガンを掲げた方がいいんじゃないですかつって言って、俺の意見が取って、それでパッと大開きになったっていうことがあるんだよ。だってスローガンっていうのは目標でしょ？目標を達成したら次のことに進めばいいんだよってね。達成されてないものを変える必要は、どこにあるんだっていうことです。落合さん会長何年やられたんですか？1年だけだよ。あ、1年だけでそんだけスムーズに全てがいってます。そういうスタイルはやっぱりどこへ行っても変わらないですね。だって趣旨がそうでしょ。達成されて初めて新しいものに変えていけばいいんであって、そうでなかったらそれをやり遂げるまで続けていくっていうのが普通の考えなんだろうと思うけどね。中日の監督やられてる時は8年間ロードトゥビクトリーのスローガンだったんですか？そうですよ。これをね、はい、ロードトゥビクトリーじゃなくてビクトリーロードって言ったら白井オーナーにそんな英語はないって言われた。それをするんだったらロードトゥビクトリーだよということで、じゃあそれでいいですねって言ったら、もうそれでいいよっていう、そういう裏話あるんだけどね。勝利への道、はい、中日の8年間は、まあ、優勝しても勝っても勝ってもずっと高みを目指すということでスローガンは変えられなかったってことです。勝ち続けるっていう意味では、そうですよ。だって変える必要どこにあるの？そうですね。営業からすれば変えてもらった方がありがたいんだろうと思うけども。毎年グッズ変わりますからね。他に変えるような文言っていうのはなかったの。だからよそのチームってのは毎年変えてたでしょ。はい。だからうちは絶対変えないよっつって。ちなみにその PTA の時のスローガンってどんな中身だったんですか？いや、それは覚えてない。うん、PTA 会長でしたら、当時だったらこう会議の後にご飯食べたりとかもするんですか？一回だけ最後の時に打ち上げだからって言うんで、ご飯食べた記憶はある。その時もいろいろお話はされるんですか？いや、しないよ。ただ飲んで食って、はい、終わりっていう感じ。PTA 会長なんかされるイメージが全くなかったんで、ちょっとびっくりしました。
誰でもやる可能性はあるじゃん。みんな断ってるだけであって。じゃあ、やるかってこう決心されたときはどういう思いでやろうとなったんですか？子供が、その小学校に通ってるっていうのもあったしね。まあ、通ってなきゃ PT 会長なんかやるわけないんだけどね。でも、周りは、落合さんが PT 会長でいたら、なんか学校とかざわつきますね。それは知らない。そういうものは耳に入ってこなかった。あ、そうそう、うん、すごい違った経験されてますよね。なんで野球人落合博満がなんか PT 会長ってね。だから何が変なんだよ。お前笑いすぎだろ。PTA 会長もご経験があったんで、中日時代8年間行かれたんですか？ない。すいませんでした。俺流チャンネル。